よし、これから小学5年1組のクラスの担任の米不足だ。初授業始まるぞ。よろしくな。ふう、以前は高校生相手じゃったから、質問にも答えるために、わし自身の科目の勉強が大変だったが、今回は小学5年生じゃろ。余裕よ、余裕。小学生なら勉強せんでも、それらしいこと言っときゃいけるわ。ここ。において、つまり酸性とアルカリ性の中和体が中性となる。なので、先生。あ、え？はい。ところで、なぜアルカリ性と酸性しかないのでしょうか。性質とは素粒子学的に言えば、いわゆる波動です。波動にも何種類もあっていいにもかかわらず、なぜ2種類なのですか？ヒッグス粒子の GP 解剖学はご存知かと思いますが、ヒッグス粒子の新物理では波形とは一つの流れであり、酸性とアルカリ性のように対にはなってないと言いますが。あ、え？何？ヒッグス粒子の新物、え？いや、それはどうかな。ベタだが、ひも理論で解くとなぜ性質は対になるかがわかる。比較性素粒子17元論の法則でいけば、確かに矛盾するんだよな。ここでいう矛盾とは、理論が噛み合わないという意ではなく、元素対元素が併合してしまってて、分離しないことを意図する。なるほどね。それこの前の方に書いてあったわ。でもロジームってあるだろ？ああ、自動車の排気ガスを浄化する作用のやつな。窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素、無害な水素、二酸化炭素水に変えるやつ。俺、家でも使ってるよ、たまに。でもそれがどうした？うん、そのガスの浄化ってさ、物理学的に言えば変調なの。変圧ではないのよ。あ、そういうことか！そう、波動って波長を変えるのであって、圧は時空体積とパリストン係数から計算するからさ。でもそれだと。惜しい、今年40歳だけど、1ミリも追いつけん。え、ここ普通の地方の小学校のはずないけど、例えばストロンチウムに火をつけると何色になるかわかる？赤でしょ。そうそう、でもあれってさ、本当の理由があってさ。ちょっと待って、はい、待って。はい、どうかしましたか？ごめん、君たち年齢を。え、ここ小学校じゃ5年生ですよ、普通の。何、さっきからうんたらかんたらあんたら、あれやろ、なんか適当に天才ぶりたい中二病の。いえ、僕たち論文毎週科学雑誌ネイチャーに出してますし、先月はこのクラスから2人の論文雑誌に掲載されてます。まあたまたまというか、僕らはメンサ会員なんですよね。あの最高 IQ 集団しか入れない。IQ ここ40人全員200超えてます。あきゃ、このクラス小学生全員 IQ200 超え。はい、この前大学生相手に物理学の授業を教えてきました。バイトですけど。ああ、なんでこんな化け物ぞれがこんなど田舎に集まってるの。小学生って働けたっけとすらも言いづらい立場だわ。え、嘘。はい、だから先生に質問したいことたくさんありまして、とりあえず早くさっきの質問に答えてください。あ、僕もあります、質問。僕も。あ、終わった。生徒の質完全に大当たり外れ感やん。なんだっけ、アルカリ性と酸性しかない理由。はい、あれじゃない、ポテチ薄塩派かコンソメ派かみたいな。違うか。え？あ、しまった！なるほど！コンソメはカリウム。だから塩と対比させて、陰しか陽しみたいなことか。ほら、ピコス理論の回で、この前ネイチャーでもあった。ああ、なるほどな。陰陽でいくと、わかるな。うん、さすが先生。いけたの？じゃあ今まで過去にはいけないとされてた、ハリウッド振動直伝導の矛盾は、タイムマシンの矛盾をひっくり返すことにならないという証明はどのにしますか、先生。あれやろな。まあ、屁こいてしまったら隠そうとせず、あえて屁を認めてからの関係性構築が大事、みたいな話？え？そういうことか！うわ、すげえ先生！鳥肌立った。タイムマシンの時空軸には感情が乗ってないけど、でも最近は感情にも波動があることが分かってるから、ただの物理学だけだと難しいけど、あそこに家庭的弁証法で考えたら解けるわ！すげえ、これタイムマシンも夢じゃないな。だって一番課題だった時空軸の記憶をどう結びつけるかで、一番世界が悩んでいたのに。さすが先生！先生ももしかしてメンサ会員？だからこのクラスの担任になったのか。俺たちこれからも一生先生についていきます。あ、なんか知らんけど適当な知識で生徒の信頼得れた。このまま1年間ごまかしきろ。クニスアニメは LINE スタンプを4種類販売しています。ぜひ見てみてね。購入リンクは動画のコメント欄と概要欄から飛べます。